冷えたの脚本演出を担当していただいておりますピアノ真紀さんをお迎えします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ペヤング真紀、はい、名前はどこからやってきたのですか？ペヤング真紀ですか、はい、よく聞かれるんですけど、うんうん、ペヤングさんが、出されたエッセイ集女の数だけ武器が、あ、そうそう、それにね、その時の、 あの体験談というかたくさん書かれてて、はい、読んでほしい小説があるって小泉さんから言われて、うんうん、あさってを立ち上げたきっかけになった本だって言われて、うん、で読んだらすごく面白くって、うん、ご挨拶に行ったら、うん、あなたがペヤンヌって言われて、あ、認識されてたんだと思った記憶がありました。はい、